なんかすごい短いのにそこにポップがちゃんとあるってことがやっぱり刺さる。ファストにライブ自体ももうスピーディーにどんどん進行していくっていうのが一つコンセプトとしてありますね。サモアンズとかサークルジャークスといったハードコアバンドに、みんな影響を受けてると思うんですけども、そこに2000年代のイギリスのインディーポップって言われてるような音楽のブレンドみたいなのをやりたくて、
皆さん、今録音中ってことなんですけど、何かこう意気込みというか、話聞けたら。誰も喋れない。